そういや、ナイス HCK の NX8 ってどうなったの？随分前に名前だけ聞いて、時間ばかりが過ぎていったけれど、そんな風にお考えのあなた、お待たせしました。ついにこのイヤホンの話ができる。というわけで、やっこやっこ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ナイス HCK の新機関モデル、ナイス HCK NX8。このメーカーの顔と言って良い状態だった、ナイス HCK NX7 シリーズを引き継ぐ、新型機種だ。NX7 系は、長いこと、ナイス HCK の顔と言って良い状態だった、7ドライバーイヤホンで、通常のハイブリッド型に加え、ピエゾツイーターが加わった、トライブリッド、と呼ばれるタイプのイヤホン。通常のハイブリッド型は、小型の BA と、ダイナミックドライバーが一発で構成されるんだけど、こいつの構成はそこも特殊で、1ピエゾツイーター、4 BA、2ダイナミックドライバーと、とても珍しい構成になっていたんだ。で、そんな面白い機種なのに、価格も安価でもちろん人気に。今回登場した NX8 は、その遺伝子を受け継ぐ、ナイス HCK の新しい顔、と言って良いモデルとして、登場したというわけよ。とはいえ、単純に BA1 発増やしてアッパーバージョン、とはいかなかった。NX8 は、ダイナミックドライバーが1発になり、BA ドライバーが4発から6発に増大するという、全体に大きな変更の加えられたイヤホンだ。外装も変化しており、従来のシュッとスリムな三角形から、よりどんぐりみたいな形態に変化したぞ。なんだかえらく大きくなったように感じるかもしれにゃが、実際、並べてみると NX7 と近いサイズ感となっていて、決してサイズ感が増大して、装着感が悪くなったりはしていないな。装着感は、NX7 と同様良好、ただし、ノズルに至るまでのロート状の形状の部分は、NX8 より太め。これは耳に干渉するような太さじゃなくて、むしろホールド感が良くなって、よりイヤホンがずれにくくなった、改良された太さ、という印象を受けたぞ。NX8 は、NX7 よりも価格が上がったが、その分高級感を伴ったかというと、個人的には、NX7 系よりも見た目では不満点がある。NX8 は複雑なドライバー構成を持つ、ガジェット好き的観点からも支持されるイヤホンなんだけど、今回、なんと6発の BA に1発のダイナミックドライバー、そしてピエゾツイーターという、どんな風に収まってるのかじっくり観察したい構成なのに、残念ながら NX8 では完全にシェルが不透明になってしまった、NX7 ではずっと半透明だったじゃん。とはいえ、ここは完全に趣味だから、まあよしとして。ただ、フェイスプレートがプリントになってしまったことで、怪しいドライブインで売ってるキーホルダーみたいな質感に感じるんだよな。プリントで星雲をイメージするような紫の模様が入っている NX8 なんだけど、先代が複数の色とラメを組み合わせた複雑な FP の NX7 マーク4だったのに比べて、角度を変えた時の光源と絡む光り方や立体感はなくなってしまった。正直、この部分の製法は従来から引き継いでくれてよかったと思うんだけど、超低価格モデルならともかく、200ドルオーバー級でプリント FP を見てしまうと、ちょっと質感的に不利に感じちゃうな。不満点に感じるのはもう1点、ケーブルは、決して品質の悪いものではないんだけど、実は NX8 の実力をしっかり発揮できない、と感じた。そこら辺に転がっている、しっかり洗剤が分厚いケーブルにしてやると、このイヤホンの本来の魅力が発揮されることが多い、リケーブルは必要になると思っておこう。小さな変更点として、すでに淘汰されつつある TFZ2 ピンが、通常のフラット2ピンに変更になった、リケーブル時の見栄えも良くなっているので、これは完全にプラスだな。この他、しっかりとしたポーチ、イヤーピースが2種類付属する。このイヤーピースは2種類とも実用性の良い仕様で、ケースもそのまま外に持ち出せる信頼感だ、この部分に関しては決して悪くない、と感じたぞ。というわけで、ちょっと見た目の質感には改善点があるが、概ね使いやすいイヤホンだ。ただし、リケーブルしないと最大の魅力が発揮されないなど、追加出費が必要になる点に要注意だな。単結晶同銀メッキなんだけど、相性が悪いだけかもしれない、案外、他のイヤホンで妙に相性が良い、ということもありそうだ。ただ、今回はしっかり特性を確認したかったので、銀メッキ無酸素銅ケーブル、ブルーラナを使用した。ヒマレヤについてくるケーブルだ。それじゃ、実際に聞いてみようか。まずは、音質以外の使用感から。NX8 は、遮音性はそこそこ、音漏れは結構する。遮音性については、ハウジングはそれほど厚くないので、外部からの音はそこそこ入るな。音漏れに関しては、側面後方側に四角形のベントがあって、このベントから結構漏れてる。とはいえ、耳を悪くするような大音量で聞かなければ基本的には問題がないぞ。
で、音質についての感想なんだけど。ナイス HCK-NX7 マーク4から、さらに進化して、ちゃんと自然な傾向を感じられるのに、高音域のソリッドさとかはちゃんと NX8、という印象だ。もともと、それほどドンシャリ傾向の強くない NX7 シリーズから進化したわけなんだけど、BA ドライバーを更新した NX7 よりも、さらにボーカルが自然かつ前に出てくるようになっている。また、ピエゾツイーターならではのエグさみたいなものも感じられた NX7 マーク4から、そういったピエゾツイーターの暴れ、とでも言うべき要素がなくなっているのが印象的だ。俯瞰すると、それぞれのドライバー間の接続がよりスムーズになっている印象。BA ドライバーの台数を増やして、この部分の丁寧さを増したのが、良い影響を与えていると感じたな。ピエゾツイーターに関しては、BA がこなす仕事が大きくなったためか、それとも、ハウジングの変更のおかげなのか、ソリッドさは残しつつ、あまり前に出てこないようになっている。ただ、ちゃんとピエゾツイーターらしい高音域側のハキハキしたサウンドはそのままで、このおかげで印象も良好だ。また、ダイナミックドライバーが2発から1発に変更になったことは、結構不安な要素だったんだけど、この不安要素は全く心配なかった。しっかりとボーカルと合う低音域を作っているので、サブベースの量感なども問題なしだ。ただ、高音と低音が強いイヤホン、というより、フラットな中で質感を担保している、というタイプのイヤホン。その上で、ピエゾツイーターによって高音域を力強く出しており、この高音域のソリッドさのおかげで、全体が粒立ちの良いソリッドな感触系、という風にまとまっているわけだ。で、ケーブルを交換するのを推奨した理由なんだけど、高音域と低音域がよく出て、全体がばらけるサウンドだと、NX7 との違いを認識しづらい。この傾向が標準ケーブルにあって、静かな場所で聞いた時の奥行きのような表現力負担しては、ケーブルを交換すると効果的に獲得できるぞ。さらに、この話、続きがあって、星オーディオ SK には分離感がよく出る、そこそこの出力を持つ DAC なんだけど、その DAC に変え TAP1 という、より出力の強いアンプを組み合わせた結果、より低音が力強く、マイルドなイヤホンになった。抵抗で管理しているとはいえ、トライブリッドらしさが出た印象だな。より、力強いアンプと組み合わせると、全体の調和が良くなるのは覚えておくと良いだろう。さてさて、そんなわけで、トライブリッドらしい面白さも感じられる、NX8 なんだけど、このイヤホン、音色を分離して話す。といういつもの流れはやめときたい。もともと、音色がはっきり分離するのが、このイヤホンのベースの NX7 なんだけど、NX8 はそこがあんまり分離していないのが売りだ。高音域、中音域、低音域は、それぞれうまく噛み合っているものの、性格はきっちり異なる。ただ、そんな中でも、ほぼ同じ高さの音域の音負担しては、しっかりと分離感があるので、いろいろ聞き分けつつも、自然さの増したサウンドが聞きたいんだよなぁ。という人に効果的なイヤホンとなっているぞ。弱点は特になし、強いて言うなら、トライブリッドであるがゆえの癖が弱点になるけれど、そのギャップをうまく埋めた機種、ということで、このジャンルの中では、違和感を感じにくい仕様となっている、というわけだ。おすすめの曲は、適用できるジャンルが広がったな、ピエゾツイーターの音がどうしてもダメ、という人も、カエイ TAP1 のようなアンプを組み合わせるとうまく中和できる。確かに、NX7 の後継にして、NX7 の弱点でもあり個性でもあった部分は、コストを投じることでしっかりと封鎖されている。一方で、全体の雰囲気は NX7 のまま、ただし、無茶な分離は起きないようになっている。再生環境など、結構イヤホンを使っている慣れが必要な商品なんだけど、NX7 シリーズからステップアップする商品、として、文句のない仕上がりだ。君はどんな NX8 を想像してたかな？あ、そうそう。NX7 シリーズは、ノズル部分を交換して、音色を変化させられるのが特徴だった。今回の NX8 もノズルは交換できる。NX7 と互換性はなく、より汎用的な設計に変化したぞ。で、音は変わるの？実は付属のフィルターでは変わらない。最初から付属しているフィルターはあくまで予備用で、社外製品をご利用ください、とかいう、うっかりネジ山をネジ切りそうななんとも無責任な仕様になっている。この価格帯のイヤホンでオチはいらないんだよ。もしかしたら、もともとは開発段階では違うフィルターをつけようとしていたのかもな。と、こんなところだ。NX7 の後継としてふさわしい出来、一方で、取り回しにくさもあり、従来の NX7 のように、誰にでも手が出せる印象ではなくなっている。個人的には、FP 周りの変更もちょっと残念だったな。という感じ、実力はあるんだ、実力は、特に、この NX8 を期待していた人には、全く不満のない出来になっているんじゃないかな。果たして、君の望んでいた NX8 は、どんなサウンドだったかな？
と、いったところで今回はここまで。トライブリッド、やっぱり難しい。